弦地帯は玉置浩二さんが主に歌っていた男性5人組です。当時玉置さんは黒いファンデーションを使って日焼けメイクをしておりまして、まあ、これが若者の間にも大変流行いたしました。大好きでしたよ僕は。大ファンでした。今でも車の中でとかで安全地帯聴きますし、安全地帯の頃の玉置浩二さんとかすっごい大好きです。石戸君は玉置さんのモノマネがすごい上手で感動です。これはやってもらわないとね。玉置さんお願いします。伊藤君ごめんなさい、はい、なぜすいませんでした。はい。それでは安全地帯で好きさです。どうぞ。好きさ知れるほど好きさ悔しいほど恐れるものは何もない好きさ忘れられない日が長い甘い口づけを風が無理に孤独止まらない熱いときめきに涙を見せないで好きさ痺れる悔しいほど好きさ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 。どういう懐かしさが蘇ってきたんですか。いやね、ええ、やっぱもう本当10年経ったんだなって感じますよね。やっぱいい体してるなと思ってたんですよ当時は。今は分かりますね。肩パッドだあれ。